ドンチャリウスということで、今回なんですけど、ネバーフォゲットから24年秋冬2回目のデリバリーということで、新しくアイテムが入ってきましたので、紹介したいと思うんですけど、今回入ってきたのがデニムですね。はい、ネバーフォゲットといえば、デニムがね、一番人気で、毎シーズンすぐね、売り切れちゃうぐらいの注目の品番というか、アイテムかなと思いますし、まあ、見てる方もね、ネバーフォゲットのデニムは一度はね、SNS とかでも見たことあるんじゃないかなっていうぐらい、最近すごい来てるアイテムかなと思うんですけど、とりあえずね、今回入ってきたアイテムが、まずデニムパンツが大きく分けて2型と、ジャケットが1型っていう感じなんですけど、一応継続で今までの定番として出されてるアイテムの今シーズンバージョンって感じで、生地の色とか、まあ、主に色かな、色とか加工が今までとはちょっと違ったりとかっていうのと、あとは今までと同じくね、継続でずっと出されてるカラーとかもあるって感じで、早速ね紹介していこうかなと思います。ってことで、まず一型目なんですけど、じゃーんってことで、これはね、ずっと定番である立体裁断のデニムなんですけど、シルエット的にはややフレアがかったブーツカットのタイプで、昨シーズン2個前のシーズンから出たワイドもこの後紹介しようかなと思うんですけど、ワイドの方じゃなくて、一番定番で、あるちょっと細身がかって、裾が広がってるタイプのパンツが一型目で、でこれが3色展開で、1色目が、はい、こんな感じのね、いい色合いの淡いウォッシュのブルーっていう感じ、でなんかもちろんね、色薄い部分はあるんですけど、下の方とかね、ちょっと濃いめに、濃いめって言ってもまあベースは薄めなんですけど、このグラデーションの感じというか、まあグラデーションではないか、まあ色の濃淡の感じというか、もうなんかネバーフォゲットのデニムは毎シーズンね、色合いがねめちゃめちゃ良くて、ほんとちょうどいい色合い、色の薄さだったり濃さだったり、あとはこれ2色目なんですけど、はい、こんな感じのね、加工のこの染めの感じとかめっちゃいい感じの色合いにいつも仕上がってて、今シーズンもね、言わずもがな、めちゃめちゃいい感じの色合いに仕上がってます。はい、こういう感じで、なんかね、淡いんですけどちょっと濃い部分もしっかり残ってたり、ほんとね、色としては軽いんですけど重厚感がしっかりあるような仕上がりになってるかなと思います。っていうのが1色目で、2色目が、さっきからねちょっとチラ見せしてるんですけど、はい、こんな感じの色合いになってまして、まあ、シルエットというかパターンは同じなんですけど、生地のね色が変わりまして、はい、ブラックのデニムをベースにこんな感じでちょっとなんていうのか、サビ色っぽい感じで、染めが入ったデニムになってて、全体的にちょっと泥染めとか、なんか泥とかオイルとかね、そっち系のニュアンスの色合いになってるかなと思います。なんかね、これもありそうで、ない感じだったり、あとは色合いのやっぱこの仕上がり度というかクオリティがねめちゃめちゃいい感じになってまして、ちょっと泥臭さももちろんね見た目通りなんですけどあるんですけど、履いてみるとね、立体裁断のこう綺麗さだったりとかもあって、まあその生地の色味とのギャップがねめちゃめちゃいい感じのアイテムになってます。こっちはちょっと暗めの色です。で今度3色目なんですけど、3色目が一番定番で出されてる、もう漆黒のブラックですね。はい、こういう感じで、これは縦糸も横糸も両方ブラックになってまして、最初はこっちのね、マットのフェーデッドブラックとか、ウォッシュのブルーとかよりもこのシームのディテールがね目につきにくいんですけど、これね履いていくとこんな感じで、ね、ちょっと白っぽく色落ちてきて、履けば履くほどここのねシームが当たりが出て、視覚的に分かりやすくなるみたいな感じで、履くほどに、楽しいデニムというかになってます。で、このブラックだけね、こっちの2色と違ってオンスがちょっと軽くなってまして、こっちが14オンスでこっちが 12.5 かな、なんでより履きやすさもあるデニムになってますっていうのが、3色目で、今度2型目なんですけど、じゃーんってことで、これはねもうめちゃめちゃ人気のアイテムなんで、ご存知の方も多いかなっていうアイテムなんですけど、立体裁断のこの 3D のデニムのワイドタイプですね。はい、こんな感じで、生地はねさっきの最初のものと同じなんですけど、シルエットが変わりましてワイドになって、同じくね立体裁断パターンになってるんで、まあ、特徴としてはシームがねサイドから始まって、フロントのセンターにこうねじれて落ち着くみたいなところと、あとはねバックもちょっとね、この辺りダーツが入ってたり、ポケットがちょっと下目に、配置されてて、
で、あとはそのサイドシームのねじれに伴ってこの内側のシームもね、はい、こういう感じで内側からこう出てくるような感じに、なっています。これもね、やっぱめちゃめちゃいい感じですね、はい。で、これが2型目で、今度ね、2型目の2色目なんですけど、じゃーんってことで、まあさっきの同じくね、ワイドバージョンなんですけど、さっきちょっとね、畳んだ状態でお見せしたんですけど、開くとね、はい、こんな感じになってます。まあ、腿のあたりとかが主にね、この色合いが分かりやすいかなと思うんですけど、やっぱね、いいですね、めちゃめちゃいい感じです。あとはこのね、ボタンとかもね、ちょっとこの加工感が入ってたりとか、全体としてね、使いやすいんですけど、値段とかも 3、4万台でめちゃめちゃいいアイテムバランスになってるかなと思います。っていうのが、2色目で、今度3色目なんですけど、さっきと同じくじゃーんってことで、ブラックの、オールブラックの漆黒のカラーリングなんですけど、パッと見シンプルなんですけど、これも同じくね、履いていけばいくほどにこのシームが徐々にこう目につきやすくなっていくようなアイテムに仕上がってます。で、さっきも言った通り、オンスがちょっと軽くなってるってことで、こう分かりづらいかな、なんか落ち感がこっちよりね、出やすいかなっていうところもあるんで、まあ、履きやすさプラス落ち感も出るんで、同じアイテムパターンなんですけど、音数が違うんで、結構ね、履いた時の印象が変わるかなと思います。っていうのが、3色目で、最後ね、3型目なんですけど、じゃーんということで、まあ、最初の1色目のデニムのジャケットバージョンっていう感じで、これもね、形としては定番で出されてまして、まあ、トラッカージャケットベースにそこに 3D の立体裁断を加えたようなディテールになってて、まあ、この辺りのね、シームの湾曲だったりとか、あとはここのダーツだったり、あと主に分かりやすいのがもう袖ですね。袖のシームも、はい、これただね、こうやってかけてるだけなんですけど、腕がこう丸みを帯びてね、こう湾曲してるようなパターンになってまして、そこのサイドっていうかね、脇じゃないか、このシームがそれに伴ってねじれてるんで、まあ、視覚的にも見た時にもちょっとこの強調、このねじれのパターンが強調されるっていうのと、そもそもの形自体も人間の体に沿うようにこう前下がりというか前振りな袖になってます。あとはバックのね、シームもここもちょっとこうカーブしてたりとか、全体的にね、立体裁断も含めつつ、ベースとしたトラッカージャケットで、もちろんこっちのデニムとセットアップで着れますよっていうアイテムになってます。ということでね、実際着て、紹介していこうかなと思うんですけど、サイズ展開とお値段なんですけど、ちょっとね、型数が多くてお値段が忘れちゃったんで、オンラインストア見ていただければなと思うんですけど、サイズの取り扱いは基本的にパンツは1と2の2サイズの取り扱いで、ジャケットだけはサイズ2のみの取り扱いになります。ということでね、実際着ていこうかなと思います。ということで、まず細身の方のマットフェイデッドブラックのサイズ1履いてみたんですけど、こんな感じです。めちゃめちゃいい感じじゃないですか。はい、こんな感じで、シルエットとしては、まあ、ベースね、ちょっと細身なイメージとか印象なんですけど、見る角度によって結構このパンツ自体のシルエットが違って見えて、横から見ると結構ね、末広がりなシルエットになってるんですけど、フロントはそこまで末広がりな感じを感じさせないし、なんかね、見る角度によって変わるこの面白さと、あとは今ね、割とジャストめなウエストで履いてるんですけど、個人的にはちょっとね、こう腰パンしてよりこう溜めて履く感じがね、個人的な推しな履き方なんですけど、こうするとちょっとカジュアルに、寄る感じもするし、ベースは細身なんで、パッと見このなんていうのかな、トップスのサイズとかシルエットを選びそうな感じもするんですけど、あんまりね、トップスのシルエットとかも気にせず、結構いろんなアイテムとも合いやすくて、あとは視覚的にもね、もちろんこのサイドシームのねじれだったり、あとなんといってもね、色味がやっぱめちゃめちゃ良くないですか、この感じ。マットフェイデッドブラックってことで、ね、本当泥染めかのようなね、この独特な風合いで、なんか色合いとしてはちょっとダークトーンベースなんですけど、なんか地味とはちょっと違って、より洗練されたね、雰囲気も醸し出しつつ、この独特のシルエットと、個人的に僕ね、ネバーフォゲットのデニムの好きな点としては、後ろ面もね、しっかりかっこいいというか、このね、サイドシームがねじれることによって、
内側のシームをねじれて外に出てきて、フロントに落ち着くって感じなんですけど、こう見た時にバックにもしっかりねこの視覚的なデザイン性もあって、前も後ろもかっこいいみたいな、感じで、そこら辺もめちゃめちゃ、気に入ってるアイテムです。ってことでね、次のアイテム履いてみたいと思います。ということで続いてトラッカージャケットとワイドの方のウォッシュのブルーのサイズ1履いてみたんですけど、こんな感じです。やっぱねセットできると統一感がねめちゃめちゃ出るかなっていうのと、あとはまあこの立体サイダーのね独特の雰囲気というか、まあ、この腕のね湾曲したパターンとか、あとはまあパンツもねさっきの細身の方のディテールを踏襲はしてるんで、もちろんね視覚的にもツイストがかったシームだったりとかも目につきやすいんですけど、デニムのセットアップって結構ねアメカジのアイテムな要素が強いかなっていうところで、これはどっちかというとね、なんだろうな、ネオアメカジって言葉があるのかわかんないんですけど、普通のこのアメカジのこうちょっと堅牢なね男臭い感じとはまたちょっと違う、なんかねクリーンさもあるちょっと近未来な雰囲気も兼ね備えてて、その辺の雰囲気がめちゃめちゃいい感じかなと思います。で、開けて着てみるとねこんな感じです。ジャケットはサイズ2で、着丈とかね長すぎず短すぎず程よいね長さになってて、身幅もまあまあ、ある程度ゆとりあるぐらい、な感じで、肩とかね割とジャストの寄りなフィット感に、なってます。でパンツの方は、はい、ワイドこんな感じで、さっき あのブーツカットの方のシルエットももちろんねめちゃめちゃ良かったんですけど、ワイドはワイドでやっぱね安定感がありますね。ワイドだとトップスのシルエットより選ばず済むかなっていうのと、パンツだけでもね結構このワイドになることによって生地量が増えるんで、こうなんだろうな、スタイリング あの締める比重が重くなるんで、そこにねいいデニムとかパンツを持ってくるとよりスタイリングが昇華される感じもして、あとはねこっちのウォッシュのブルーもね色めちゃめちゃいい感じじゃないですか。こんな感じで程よいねこのウォッシュの加工感だったりとか色合いもめちゃめちゃ良くて、合わすぎないねこの感じの色がめっちゃいい感じかなと思います。で色的にはおそらくこのブルーの色が一番このシームが目につきやすいかなと思います、個人的には。まあこっちもこっちで目にはつくんですけど、ベースがダークトーンなんでこっちの方がより目にはつきやすい気がします。ということでね、次のアイテム着てみたいと思います。ということで続いてマットフェイデッドブラックのサイズ1のワイドの方を履いてみたんですけど、こんな感じです。これもねめちゃめちゃいい感じですね。やっぱこのマットフェイデッドのものは一番こうなんていうのかな、加工感があるかなっていうところで、ワイドになることによって、まあ、生地量も増えるんで、よりこの色味の風合いがね伝わりやすいかなというか、あの味が出やすい、パンツに仕上がってるかなっていうのと、さっき履いてたウォッシュのねこっちのブルーの方と同じパターンではあるんですけど、やっぱりこのブルーの方は淡い色っていうのもあって、ちょっとねあのライトな印象とかクリーンなね印象もあったんですけど、こっちは逆にめっちゃね重厚感あるというか、ちょっと重いねあの印象があるかなっていうところで、こっちもこっちでやっぱめちゃめちゃいい感じに仕上がってるかなと思います。こんな感じでね、これ上下ともネバーフォーゲットなんですけど、あのパンツワイドにしてあのトップスちょっとタイトめな感じで着るのが、まあ、最近のなんか潮流な気がするんですけど、まああのタイトめでもいいし、ワイドなというかオーバーサイズなシルエットでも全然合うかなってところで、めちゃめちゃね汎用性も高いし、パンツ1本でもあの魅力がしっかり詰まったアイテムになってるかなと思います。ということでね、ぜひ気になった方は概要欄からアイテムページに飛べる URL 貼っておきますので、チェックしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また大事なことをね言い忘れてたんで、動画の最後にはなっちゃうんですけど、ちょっとねあの共有しますと、あの最初に履いてたこのブーツカットの細身のタイプのものなんですけど、このシルエットのものは、25年 SS の、まあ、次のシーズンではあの出てなかったというか、一回ね次のシーズンではあのお休みするというか、あのその先は分かんないんですけど、次のシーズンは出てなかったんで、あのもしね狙ってる方がいましたら早めの方がいいかもしれません。買えなくなっちゃうんで一旦ね、はいっていうね情報でした。